ウィリアム・クローフォード、ウィリアム・ハリス・クローフォード、ウィリアム・ハリス・クローフォード、1772年2月24日から1834年9月15日は、アメリカ合衆国の政治家、1815年から1816年までアメリカ合衆国陸軍長官を、1816年から1825年までアメリカ合衆国財務長官を務めた。 また1824年の大統領選挙では民主共和党の大統領候補として出馬した。1772年、クローフォードはバージニア州ネリソン軍で誕生した。1779年、クローフォードは家族と共にサウスカロライナ州エッジフィールドへと移り、その後1783年にジョージア州コロンビア軍へと移住した。クロフォードは 私立学校で古典を学んだ後、同州オーガスタのリッチモンド学園で法学を学んだ。その後10年ほど農業や教職に従事しながら法律を勉強し、1799年に同州歴シントンで弁護士を開業した。1803年、クローフォードは民主共和党の党員としてジョージア州会議員に選出された。 その後千八百七年にはジョージア州議会がアメリカ合衆国上院議員の決意補充のためクローフォードを選任し、まもなくクローフォードは評判の高い有力な上院議員となり、千八百十一年には上院仮議長に選任された。クローフォードは上院議会において第一合衆国銀行の期限延長を促し、保守的な国家財政を主張する人物として、 1812年、クローフォードの能力を評価したジェームズ・マディソン大統領は、クローフォードを中フランス講師に任命し、第一帝政のフランスに派遣した。クローフォードは、同年に改戦した米英戦争の解決のために講師として、諸外国との接衝にあたり、終戦後の1815年までその職を務めた。 マディソン大統領は、クローフォードの帰国を受けて、クローフォードを陸軍長官に任命した。クローフォードは一年少々の期間しか、陸軍長官として務めていなかったが十分な、働きを収めた。1816年には、民主共和党の大統領候補としてその名が、挙げられたが、クローフォードは関心を示さず辞退した。その後、クローフォードは、 陸軍長官から財務長官への転任を要請された。クローフォードは米英戦争に近する財政赤字から再建を図る中、財務長官に就任した。クローフォードは合衆国の歳入歳出を組織化することを目標に据え、連邦政府のすべての省庁の財務状況を安定させるため、1817年に財務省再編法案を提出した。また、 全任のアレクサンダー・ダラスから第二合衆国銀行、設立を継承し、1817年1月に本店をフィラデルフィアに設置して営業を開始した。そして同年10月までに国内19カ所の主要商業都市への支店設置が決定された。クロー報道はまた、州法銀行に対して成果支払いの再開要求を前任のダラスに引き続いていった。 しかしながら州方銀行は、第二合衆国銀行の支援なしには再開は、不可能であると主張したため、クローフォードはこの問題の解決を、第二合衆国銀行の手に委ねることに決定した。そして第二合衆国銀行は1819年の不況以降、財政収入の確保、通貨の安定、インフレの阻止などに成果を上げ、クローフォードの評価を高めた。 1824年2月、クローフォードは再び民主共和党の大統領候補としてその名が挙げられたが、前年に発症した脳卒中の影響により、体調が悪化していたため、クローフォードはその座を自ら退くことを表明した。ところが、その後、民主共和党は、西部の労働者層を中心とする新勢力と、南部の富裕層を中心とする、 旧勢力との間での対立が激化し、民主共和党は内部分裂を起こした。そして分裂派のうちの一つが大統領候補として、再びクローフォードの名を挙げた。クローフォードは、自らの体調が回復傾向にあることに鑑みて、この推薦を留学、トーマス・ジェファーソンやジェームズ・マディソンなどの元大統領から指示を受けた。大統領選挙の結果、クローフォードは、アンドリュー・ジャクソン、 一般投票153,544票、選挙人数99人、ジョン・クインシー、アダムズ、一般投票108,740票、選挙人数84人、に次ぐ3番目の得票、一般投票46,618票、選挙人数41人を受け、最終的に会員での決選投票で勝利したアダムズから財務長官の残留を要請された。 しかしながら、クローフォードはこの申し込みを断り、ジョージア州上級裁判所判事への就任要請を受けて財務長官退任した。クローフォードは、その後10年にわたって、活発に判事を務め、1834年に、ジョージア州、オグルソープ軍、クローフォードで死去した。クローフォードの遺体は、同志クローフォード墓地に埋葬された。クローフォードの死後、 その業績を称えて、インディアナ州クローフォードビル、イリノイ州、クローフォード郡、ミズーリ州、クローフォード郡、アーカンソー州、クローフォード郡、ジョージア州、クローフォード郡に、クローフォードの名が付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。